レオニード・レオニードビチ・サバネーエーフは、ロシア人音楽評論家、音楽学者、作曲家。1926年に西側に亡命した。聖のラテンの自転車については、サバニエーブなどとする場合もある。大地主の家柄に生まれ、父レオニード・パーブロビチ・サバネーエーフは、動物学者でもあった。早くから学祭を示し、 セルゲイ・タネーエフとニコライ・リムスキー・コルサコフの指導を受ける。それでも、なお数学と自然科学をモスクワ大学で学んだ。1906年に数学で学位論文を提出して卒業したにもかかわらず、今度は音楽に没頭し、モスクワやサンクトペテルブルクで作曲家や音楽評論家として活動した。求的な新の擁護者として、例えば、 1912年刊行のドイツの年間、青岸に、アレクサンドル・スクリアービンの、公共曲第5番、プロメテ、火の歌についての論文を寄稿している。サバネーエフは、音楽の行く手を長半音階に見据え、オクターブの53分割を解いて回った。ロシア革命成立後に、ソビエト連邦において、行為を得て、国立音楽研究所学術委員会の設立者権。 委員長や芸術アカデミーの音楽部局長に就任し、また、プラウダガミやイズベスチアガミの音楽部員も務めた。1919年には、ペトログラード音楽院修了生のピアニスト、タマーラクズネツワと結婚し、一助を設けた。その後に、競技で目殺されたことも手伝って、1926年に、 政治的な理由から西側に移住し、ドイツやイギリス、アメリカ合衆国に寄り道した後、フランスに流れ着いた。パリでは、ロシア音楽院で教鞭をとっている。1933年に、家族連れでニースに引っ越し、映画会社のために作曲したり、音楽論を執筆し、例えばパリで発刊された、ロシア人亡命者のための新聞、ルスカやムイスルに投稿したりした。 没後は、ニースにある、聖教会の霊園に埋葬された。サバネーエフは、生前信仰のあった、スクリアービンや、同時代のロシア音楽について、著書を残した、ロシア音楽の歴史。ピアノソナタや歌曲といった作品のいくつかは、スクリアービンの影響下に作曲されており、それぞれ生前ロシアで、MP ベライエフ出版社によって交換された。ありがとうございます。